DJ サイレンゴー MC プレイプレイヤー地下のゲイ桜坂スキャンギュスターシップ Yo アジアの島に大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道の愛や戦うしかないなら。こんにちは、お疲れ様です。まず最初に、はい、若い頃の話で狂気のドライブっていう感じなんですけど、はい、狂気のドライブっていうよりも、はい、とにかくみんなよれちゃってて、まあ、頭おかしくなってる状態で、はい、で自分たちが住んでたったらおかしいですけど、その居候みたいにしてたところのアパートが、はいはい、新宿東口のっていうところの、はい、ピンクサロンの店長の家にもう占領しちゃってたんですね。でそいつがクラウンのロイヤルサロンに乗ってたんですよ。で大体いつもそれを借りてて、でそれに乗ってて、でその日はたまたま自分との同期のやつとみんないて、そこのアパートにものすごいいたんですね。多分15、6人いて、そんでその日にいろいろちょっとごたごたがあって、でその自分の同期のやつの射程分の嘘ついたことで揉めたんですね。でそれで揉めて、でそいつの指をカッかなんかで落とした後に、でで、それでみんなでどっかに行こうってなって、でそのクラウンに乗れるだけ乗ろうってことになって11人ぐらい乗ってたんですね。でその指もがれちゃったやつはトランクに入れてたんですよ。で他はみんななんかもうなんつうか後ろの席にね、もう8人とかで、助手席にも2人とか乗って、であの時自分のし、ね、その同期のやつが運転してて、で昔のクラウンだからそんだけ乗ってると船みたいに前が持ち上がって後ろが沈んじゃう、はい、本当のだから今のローライダーみたいな感じになっちゃってて、で走ってる時に行きは良かったんです。確か高田馬場かなんか行ったんですけど、その帰りに明治通り走ってくるんで戸塚警察署の前通るんですよ、はい、でその当時ってまだ警察官が表に立ち番してて棒を持って、はい、2人ぐらい立ってるんですね。でそのクラウン見て、で後ろトランクに入ってたやつもやっぱ怖いじゃないですか。でトランク開けて、はい、足をこうやってトランクの外に出してたんですよ。それでパトカーで追っかけ回されて、でずっと明治通り逃げて、で大久保通り入ってったんですね。でやっぱその当時の夜中ってもうタクシーでど渋滞してるんですよ。でそれにぶつけながら進んでって、で、あれ、新大久保の駅前の手前でタクシーの運転手がもう、こうやってかましてきて、それに乗り上げちゃって、クラウンひっくり返っちゃったんですね。で、出てこいっつって、もうとにかく中ぎゅうぎゅうで おしくらまんじゅう状態なんで、出るにも出れないじゃないですか。でも、おまわりの方は、出てこいっつって、ね、出てこないから、わざと出てこないと思ってるわけじゃないですか。で結局フロントガラス割られて、で引きずり出されて、でその自分の同期のやつが全部背負っていったんですね。で本当に頭おかしかったから、で次の日に自分とってやつと二人で面会に行ったんですよ、新宿署に。で何欲しいっつうか、スイカっつうからスイカを昔ってスイカ買うとこんなネットに入ってたの覚えてますか。あのネットにスイカ2つ3つ持って、で新宿署行って、でこれ差し入れで途中食べさせてやってくれよとか言って、でそれでも捕まんなかった時代ですからね。今だったらもう本当に頭おかしいやつですよね。みんな怪我しなかったんですか。誰も怪我してないし、うん、その〇でどうやって指を詰めるですか。あの時はだから多分すげえみんな怒ってて、押さえつけて無理やり落とすっていうよりも萌えだって感じですよね、うん、そんだけやっぱ重大なことしたというか、まあ
重大じゃないですけど、嘘ついて、その嘘ついたことでみんなを揉めさせたっていうのが理由ですかね、うん、やっぱ仲間なんでやっぱ嘘つく必要がないじゃないですか。それが原因でしたね、その時は、はい、その方は今も元気な、今ちょい切ってますね、はい、でその〇さんは何年の刑を背負って行かれたんですか。その時はまだ少年でしたし、はい、そんないくらでもないと思いますよ、はい、それからいろいろやっぱあって、はい、最近会われた、もうしょっちゅう会ってます。電話もほぼ1日おきぐらいには電話で喋ってます。映画とかも出てますしね。その方12年、いや、もっと行って30何年行ってるんじゃないですかね、と通算で。何で行かれたんですか、その方は。全部殺人ですね結構大きいこと事件してるんで。この方ヤクザの方ですか。今いや、その当時はそうです、そうです、うん、そういったやっぱり抗争だったりそういうので、いろいろもうものすごいしがらみがあって、はい、深いですね。深いですね、はい、ありがとうございます。今問題になっております誹謗中傷についてちょっとお話を伺いたいんですけども。自分もありますけどね自分もなんか2ちゃんっていうのが今フィリピンかなんかのやつに売っちゃって今5ちゃんかなんかになってるらしいですけど、そこに自分になりすまして、はい、自分だっつってなんかいっぱい書き込みしてる人いますけど、あれ自分じゃないですからね、はい、なんか俺が地下の刑だとか、地下のについてなんか質問だったら聞けとかで、なんだっけな、本出してからだいぶ経って最近また話題になってるけど何ですか、なんでなんですかって質問で、そいつが答えてんのが、俺が田代と秀光の YouTube 乗っ取って YouTube で盛り上がってっから売れてんだよなって書いてるらしいですけどそれは自分全く関係ないんで、うん、でなんか 4,5 日前に朝起きたら LINE がいっぱい入ってて、で、これ K さんですかつってみんな来たんですね。それで初めて知って、自分そういうのそういうサイト全く見ないんで、はい、見ない方がいいですよね、そういうの。でも別に全然気にしてないです。もうそれがほらね、見た人が、あ、これが K なんだと思う人は思う人で、自分は全然構わないんで、はい、じゃあその辺は勝手にやってればっていうことですか、はいはい、ただうちの息子があんまりひどいようだったらなんか法的に手続き取るつってうちの息子は言ってましたけど、なんか今すぐ分かるみたいですね、それでやってる人は誰だっていうの。なんかこの間もそういった書き込みでやっぱり、プロレスラーの女の子でしたね、はい、だからすごいうるさくなってるみたいで、はい、なんか弁護士入れてやると、うん、その書いた人、はいはい、なんかすぐもう一日で誰が書いてるって分かってそこまでたどり着けるみたいですけど、うん、出所後の法務系の本を出してくださいっていう質問が来たんですけども、さっき言ってたのですね、はい、そうですか。それは中村さんに東京キララ社にちょっと相談して、はい、ただ面白くないじゃないかなと思うんですけどね。面白いと思います、うん、はい、出てきてから最初の頃は結構いろんなところで揉めたりもしてましたけど、今もうほとんどボランティアしかしてないんで、それがね、読んでて面白いかどうかっていうのはちょっと分かんないです。最初の頃でどういった揉め事があったんですか。やっぱ最初は帰ってきて、うん、やっぱ日本に帰ってきて警視庁呼ばれて、もうこれから仇になって真面目にやっていきますって言った時に、やっぱその歌舞伎町時代やっぱすごい悪いことしてましたし、すごくいじめた人もいますしね、いろんなそういう自分に対して恨みつらみ持ってる人やっぱりいっぱいいたわけですよ。
でそこでやっぱり自分がそうやって肩気になってねえね、え今まで散々悪いことし何が子供の育成調子いいこと言ってんじゃねえよってやっぱ思う人がいっぱいやっぱ世の中にいて、で最初は自分が出てきてもどこにいるか分かんないかったんですけど、なんか出てきてすぐにあの雑誌社の人が見つけて雑誌出たりとかで、実はナックルに取り上げれて表紙になった時にそっから一気にそういうやつらが日本と思って乗っ込んできたりとか、それがやっぱ3年ぐらい続いて、でもやっぱほらね、自分がいるとこはもう必ずね、どこにいるってのは分かるわけじゃないですか。でそれがもう本当に週に何回とか誰かしか来る、でそいつらと話をして、で俺はやっぱ逃げ隠れできないじゃないですか、店もやってるんで、でやっぱ来れば話をして、でね納得させて、うん、日本刀を持ってきて、なんて言って乗り込んでたんですか。一番ひどかったのは23人ぐらいで、あの店に来られて、その時自分店にいなくて、はい、その時にあの女の子がいて、めっちゃビビっちゃったんじゃないですか。多分もう一番かわいそうなことしたと思ってます。でその裏で自分そば食ってたんですねでそういう人が来てるって電話かかってきて、じゃあ今行くよって言って行ったら、その時ね、あの時店5坪ぐらいしかなかったですもんね。5坪のところに23人日本と思っているわけじゃないですか。で行ったら誰一人知ってる顔がいないんですよ。でね、誰も知らない顔の人たちが文句言いに来てるから、でおたくら何っていう話になるんじゃないですか。そしたら、いやあのおたくね、うちの親分舐めてんですかとかいう話になって、で君たち何言ってんのってなるじゃないですか。でそれで近くの喫茶店に行って話して、でその23人の中の中一番その頭みたいのがいて、でそれも全然自分より若くて、で自分が歌舞伎町にいる頃には そんなのいなかったんですね。で話聞いてたら誰だか分かって、じゃあちょっと電話しろよって言って、で電話をさして、で電話を買って、でこうこうやって女いっぱいで日本と来てね、持って来て、ね、みんなパクられちゃいますよ、ね、ね、あの親分が来さしたんですか、いや俺は知らないっていう、ね、ね、知らないのに来るわけないじゃないですか。でいやとりあえず帰るように言ってくださいよって言ったら、そこから世間話みたいになって、お前元気にしてたかとかいう話になって、よ元気ですよ、でいや今の時代は昔のそのお前らがヤクザやってた、ね、自分たちがヤクザやってたその昭和の時代と違って、今はもうそのヤクザも飢えた狼で何するか分かんない、ね、だお前も肩気なんだったら俺はお前のケツ持ってやるから、月15万ぐらいよ、ね、小遣い投げるよってか、冗談じゃないですよ、ね、洋服屋でそんなね、カスやらせたらパンクしちゃって洋服屋なんかやんない方がいいでしょって話になって、でまあとりあえずあの近いうち歌舞伎町飲み来いよって言うから、もう酒なんか飲まないですよっつって、でとりあえずこいつは帰るように言ってくださいよって電話変わって、で返したり、でそれから何回か電話あって、であの出てこいよとか、あの少し小遣いくれよとか、でいくらかあげたんですよね。そんでもこれ以上はもうできないから、もう一切あの関わりやめましょうっつって、なんとか結構ありましたね。それが本当に 3,4 年続きましたかね、うん、でその後はその後で今度やっぱ神奈川来て、神奈川のヤクザモンに結構さらわれたりとか。え、誰ですか。自分です。何回もさらわれてますよ。やっぱその洋服屋やってアメリカからギャングとかいっぱい来るじゃないですか。あいつらやっぱり顔まで入れ墨入ってるから入れ墨隠しようないんですよ。でやっぱそういうねちっちゃい町で目立つじゃないですか。で目立つとあの入れ墨隠して歩いてくる人も顔隠しようないじゃないですか。でそういうので吸ったもん出したりとか、でやっぱあの外人のタトゥーアーティストが来てやっぱタトゥーやってるんで、いや、ね、洋服だけだったらいいけど、やっぱりタトゥーやってんだったら多少の付き合いしてくれとか、そういうのもやっぱ自分払わなかったんで、そういうのでやっぱさられたりとか結構ありましたね。
しっかりでもその後はやっぱりちゃんと話をつけてもうそれ以上のことはない。そうですね、だから、全く支払いとかそういうのはしないんで、でね、それをずっと貫き通すことによって逆に仲良くなって、うん、お前とかもう何かあったら言えよとかになってきまして、そんで現在に至ってる感じですかね。ありがとうございます。今日罪と罪は消えないが卒業だ桜井。ああ、俺は俺の今を咲かせて散るだけだ。